子供の成績や能力を伸ばしたい、こんな思い持っていないでしょうか。今回はですね、子供を伸ばす親と潰す親、5つの違いについてお話ししていきたいと思います。はい、まあ、お子さんのね、能力とか、まあ、成績とかで、ね、様々なものを伸ばしてあげたいというね、気持ち。これは親だったら誰でも持っていると思います。しかしね、その気持ちが強ければ強いほど、実はですね、ちょっとこれは、間違った方向にね、その気持ちを向けてしまうと、実はお子さんの能力とか成績を伸ばすどころか、潰してしまうってことがよくあるんですね。もちろんこれ、親としては悪気はありません。悪気はないんですけど、まあ、結果的にそうなってしまうってことがよくあります。そこで今回はこの子どもの能力とか成績とかね、さまざまなものを伸ばす親と潰す親の違いについてお話ししたいと思います。本当にね、些細な違いではあるんですが、それだけでね、子どもを伸ばすこともできれば潰すこともできるので、ぜひね、これ潰してしまう前に今日の内容をね、チェックしていただければと思います。じゃあまず一つ目ですね、こちら何かというと声のかけ方です。これどういうことかというと、伸ばす親は長所を褒めます。〇〇はさ、本当に運動神経がいいねとか、あと〇〇って本当に優しいねとか。で、逆に潰す親は短所を叱ります。〇〇はなんでこんな勉強もできないのとか、なんでこんな点数が悪いのとか、っていうふうに言います。で、これ実はどちらの声かけも多分ね、本心としては子供を伸ばそうと思ってしてるんですよ。なんでこんなに勉強できないのとか、なんでこんな点数が悪いのっていうことによって、子供がもっと勉強頑張らなきゃと思ってほしくて、これ言ってると思うんですよね。で、だからどちらも子供を伸ばそうと思って声はかけているんだけど、でも前者の場合は子供の、まあ、子供を伸ばすことができるんですけど、後者は潰してしまうんです。で、なぜかというと、これ誰でもやっぱ長所もあれば短所もあるんですよね。で、この時にどちらに焦点を向けるかのこれ違いなんですよ。で、長所に目を向けたらどうなるかっていうと、まあ、子供はたくさん褒められますよね。で、褒められれば褒められるほどやっぱ自己肯定感が上がるんですよ。あ、俺って運動神経がいい、できる人間なんだな。あ、俺は優しい、人に優しくできる人間なんだなって子供は思っていくわけです。そうすると、もっと、運動神経がいいわけだから、もっとスポーツできなきゃダメだよねと。じゃあもっとスポーツ頑張ろうって思えたり、あ、俺は優しくしなきゃいけないんだから、人が困ってたら助けようかな。じゃあ助けてあげようっていう風に、どん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 優しくなっていく。そのいいところがどん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 伸びていくんですよね。そして、運動神経が良かったら、まあ、必然的にね、自己肯定感がやっぱ上がってくるので、この褒められることによってね。あ、じゃあもうちょっと勉強も頑張ってみようかな。って感じで勉強も頑張れるようになります。で、一方でここで短所ばかり叱るとどうなるかというと、まあ、自己肯定感が下がるんですよ。あ、俺は勉強できないダメな人間なんだなと。そうすると、まあ、俺はダメな人間だから、点数が、まあ、30点でも仕方ないよね、だってダメな人間なんだからって思うわけです。で、結果的に点数も上がらないと。で、さらに自分はダメな人間なんだから、人に優しくもできるわけないと、運動神経も悪いに決まっているってどんどん思っていって、他の分野も悪くなっちゃうんですよね。これどっちがいいかって言ったら、やっぱり全部いい方がいいじゃないですか。だから子どものとにかくいいところに目を向けて、そこを伸ばしてあげる子育ての方が、結果的にね、他の部分も短所を克服できていくようになります。次、2つ目ですね、これ叱り方です。で、伸ばす親はどういう風に叱るかっていうと、行動を叱ります。例えば子供がいじめの加害者になったとしましょう。この時に、人をいじめるのはお母さん絶対に許さないからね、もう二度とやってはいけないよって言うとかね。あと、宿題を忘れたとしたら、例えば宿題を忘れたとしたらね、次宿題忘れたらもうゲーム禁止するけどいい？みたいな感じで言うとかね。こういうような感じで、まあ、もちろんね、どこまで言うかっていうのは話し合いによって決めますよ。例えば、いきなりね、ゲーム禁止って言って子供が暴れることとかもあるので、それはもう事前にね、次忘れたらゲーム禁止っていう話をしていた上で、次忘れたからゲーム禁止だけど大丈夫っていうような言い方だったらいいですけど、もちろんその細かいことはあるんですけど、伸ばす親というのはこのように行動の部分、忘れるのが良くないとか、いじめはダメだよとか、行動に焦点を当てます。で、一方で潰す親というのは人格を否定します。要するに、お前は本当にクズだなとか、何度言ったらあかんだカスみたいな感じでね、言うってことですね。で、こういうようなことをすると、なんで良くないかっていうと、
これ先ほどと一緒です。人格を否定されるとその子の自己肯定感が下がるんですよ。で、自己肯定感が下がるとさっき言ったみたいに他なんかいろんなことができなくなっていったりとか、あともっと言うとね、人格否定されると子供はやっぱ辛いですよね。で、自分の人格を守ろうとするんです。守ろうとするからこそ守るために例えば自分を否定してくる親に手を出したりとか、あとはわざと問題行動を起こすとか、親を困らせるためにね、そういうような行動をしてしまうんですよね。まあ、なので最初からやっぱ完璧な行動ができる子はいません。うん、どんな子であってもいじめをねの加害者になってしまったり、宿題を忘れてしまったりすることはやっぱあるんです。うん、で、ただそれをもう最初からねそういうものだというふうに理解して叱ったり改善を促したりしながら一緒にできるようにしていく。これがやっぱ子育ての基本なので、ぜひねお子さんの行動を叱りつつ、うん、人格は否定しないようにしてみてください。次3つ目ですね。褒める基準です。これ伸ばす親は基準が実は低いです、うん、で潰す親は高いです。これどういうことかっていうと、まあ、伸ばす親というのはね、例えば子供の点数がね、理科の点数がじゃあ80点だったのが85点になったとします、うん、そしたら、おすごいじゃん前回よりも5点も上がったねってこう素直に褒めます。とか子供が勉強を始めましたと、ちょっと俺勉強頑張るわと、で10分勉強をして疲れて寝てるとしましょう。この時にあすごいじゃん10分でもちゃんと自分でやれたね偉いじゃんって素直に言います。で一方で潰す親というのは、たった5点しか上がってないじゃんなのにそんな喜んでるのみたいな感じで、5点上がったことを褒めるんじゃなくて5点しか上がってないっていう風に考えちゃいます。これなんでかっていうと、いやいや理科ぐらい90点以上誰でも取れるでしょっていうような高い基準になっているからこういう言葉が出ちゃうんですよね。とかあと、なんで10分しかできないのっていうような声もかけてしまいます。これも別に30分40分普通にできるんじゃないのっていう高い基準をやっぱ持っているんですよ。だからそういう声をかけてしまうんですよね、うん、これ何度も言うようにどちらも別に子供のことが嫌いなわけじゃなくて、ただ基準が高いか低いかだけの違いなんですよ。どちらも普通に子供のことを大切に思っているいいお父さんお母さんなんですよね、うん、でもこの基準によって本当かける言葉が変わってきてしまいます。でこの時にやっぱ低い方が子供はたくさん褒められた褒められますよね、うん、で褒められれば褒められるほどやっぱりもっと頑張ろうって思えるんですよ。だからどんどん基準はねそんなに高くしずにしすぎずにやっぱしっかり下げてたくさん褒めてあげるようにしてください、うん、で仮に低かったとしてもね、仮にじゃあ10分しか最初できなかったとしてもそれをちょっと褒めていったら自然とね15分20分で増えていきますので、その方が自然な成長かなと思います。はい、次4つ目ですね、サポート方法です。これ子供を伸ばす親というのはできる限り自分でやらせます。で潰す親というのはできるだけ親がやろうとします。これどういうことかというと、例えばできる限り自分でやらせるというのは子供への声かけで言うとね、じゃあテストの成績が返ってきましたと、この時にあどうしたらさもっと点数上がりそうかなっていうような子供に考えさせる声かけをしますとか、例えばね、じゃあ子供がじゃあお父さん俺勉強頑張ってみるよって言った時に、あそうなんだ頑張れよと、うん、まあお前がとりあえずやりやすいようにやってみろよみたいな感じで、まずは子供にやらせるってことを優先します。で一方潰す親というのは、点数が悪かったらね、あこれはやり方が良くないからこのやり方でやりなさいって親が伝えたりとか、あとはあ子供がねじゃあ自分でやりやすあのちょっと勉強してみるよって言ったら、あじゃあこの問題集を使いなさいみたいな感じで、とりあえず親が最初から答えをね渡してしまうんです、うん、でこれなんで良くないかっていうと、こういうふうに親が全部やろうとすればするほど子供からするとですよ、全部親に決められて動くっていうのが習慣になるので自立できなくなっちゃうんですよね。なのでまあこれもちろんねこれも別にその潰す親のがね悪い子供を潰そうと思ってこれ潰してるわけじゃないんです。この後者のお父さんお母さんたちはどちらかというと子供に失敗をさせたくないと、うん、せっかく勉強して頑張ったなら成績上がってほしいと思うからやり方を教えたり問題集を使わせたりしているわけですよね。だから悪気があるわけではないんです。なんだけどやっぱり心の奥底にね失敗をさせたくないって気持ちがあるんですよ、うん、でそうすると失敗をさせたくないから子供に挑戦がさせられなくなっちゃうんですね。その結果自立できない子になってしまうということです、うん、そうすると確かにね目の前の点数一時的な点はやり方を教えた方が上がるかもしれませんが、長期的な目で見るとやっぱ子供のね、成長スピードって遅くなっちゃうんですよね。なので失敗を恐れずにどんどん子供にやらせてあげた方がいいです。最後5つ目ですね、失敗に対する態度、これが違います、
伸ばす親というのは挑戦したことを褒めます。で、潰す親というのは失敗したことを叱ります。これどういうことかというと、例えば英検を受けて落ちたとしましょうか、この時に伸ばす親というのは、あ、今回落ちて残念だったねと、でも英検を受けられただけですごいことだよって言って挑戦したことを褒めるんですね。で、一方潰す親というのは、あなたそれはさ勉強しなかったから落ちたんだよと言って、この落ちたことに焦点を当ててそこを叱っちゃうんです。一方、例えば子供が何か自分の考えでねやったとしましょうか。で、それでうまくいかなかったと、その時に、あ、すごいじゃん、自分で考えてやったんだね、その考えてやったってことがすごいことだよっていうふうに伸ばす親は素直に褒めます。一方で潰す親っていうのは、それ自分で考えたから失敗したんでしょと、その失敗するぐらいだったら私に聞きなさいとかね、そういうふうに言っちゃいます。で、これも先ほどと同じで、やっぱ失敗させたくないって気持ちがすごく強いと、こういうような声かけをしてしまうんですね。でもやっぱ失敗というのはこれ成長なんですよ、子供というのはどんどん失敗しながら成長していくので、ここで親が失敗を避けてしまったら、結局いつまで経っても成長できないんですよね。で、この成長できない状態というのが実は一番の失敗なんです。なのでやっぱりね、子供がねこういろんなことに挑戦しようとした時は、とにかくそこを褒めてあげる、そして失敗しても叱らない、これをちょっとね意識していただくといいかなと思います。はい。で、一つ成果報告紹介しますね。こちら、久美子さんという方の成果報告なんですけど、もともと久美子さんは過干渉傾向でした。過干渉っていうのは、いわゆる指示をしすぎている状態です。これはもっとこうした方がいいよ、ああした方がいいよ、こういう風にやった方がいいよと。久美子さんがどういう気持ちでこういう風になっていたかは分かりませんけど、やっぱりね、そのどこか奥底にはちょっと子供に失敗してほしくないって気持ちもあったのかなと思いますね。で、その結果、子供はですね、自分で考えて行動ができない状態になったんです。で、さらに、日頃から親にこう指示されているわけなので、何かうまくいかなかった時に人のせいにしちゃうんですよね。お母さんがこういう風に言ったって言ったからできなかったじゃんみたいな感じで、何でも人のせいにしちゃってる状態だったんですよ。で、これは、良くないですよね。で、そこで、久美子さんは、コントロールするのを減らされました。で、それをやっていった結果、どうなったかというと、子供の方からですね、ああ、お母さんと、今まで、お母さんに頼りすぎてたよ、と言って、なんか謝ってくれたそうなんです。そして、謝ってくれつつ、自ら自分の意思で生活習慣を正すようにしていったそうなんですね。これは要するに自立したってことなんです。つまり、お子さんのこの自立をね、この過干渉、いろいろ言いすぎている状態っていうのは、お子さんが自立したくてもできなくしちゃってる状態なので、これを手放しただけで、結果的に子供が自然に成長できるようになったってことなんですね。なので、とにかくね、こう、子供が失敗するっていうのをやっぱ恐れたくなる気持ちはね、すごくわかります。わかるんですが、やっぱそこで勇気を出してね、子供の成長を応援してあげないと、いつまで経っても自立できなかったり、ひどい場合はね、潰してしまうってことになるので、そうなる前にね、今日の内容をちょっとね、やっていただければと思います。はい、あとですね、今日お伝えしたようなことに加えて、もうちょっと具体的なですね、子どもの勉強のやる気の引き出し方とか、子どもの不登校とかスマホ依存みたいな問題行動の解決法とかね、こんなようなことは僕が無料で配信している思春期の子育て講座ですね、この動画の右上もしくは概要欄からチェックすることができます。この中でね、詳しくお話をしております。ありがたいことに、もう5万人以上の方にね、これ読んでいただいた人気の講座で、書籍化もね、されております。まだ読まれてなかったらね、ぜひこちらも参考に引き続きね、チャンネル見ていただければと思います。